あっちゃんはさ、付き合ったことがないから分かんないって言ってたけどさ、例えばこう欲望入り口として、でそれが発展して恋愛に至るのは方法としてありだと思う？いやマジで。だからやっちゃったから付き合うのはありかっつってんじゃないの？ああ、それ私はなし。ああ、なるほどね。私が思うのはね、ちゃんとまずお互いの気持ちが、いやお互いの気持ちを分かった上で、結ばれた方がいいと思う。え、なんで？その方が一番綺麗だから。綺麗か。だからそうなんだよ。だからさ、人間にはさ、こう性欲っていう部分とメンタルなこう感情の部分があるわけじゃない。でその二つがさ、こうなんていうの、一つ屋根の下で共存、共存できるのかな。木下さん、要点がつかめない。だから究極は その二つ、性欲と感情、性欲と、精神的な感情がこう溶け合って、一つになりたい、なる、それが究極だから、愛の話をしてんの。つぼい聞いてる？聞いてるよ。分かってんの？分かりますよ。何がよ？何がって別れたばっかだから。いつ？こっち来る前。どれぐらい付き合ってたんですか？6年。へえ。やっぱそういうなんか結婚とかそういうね、いろいろ。まあ6年も同棲したらそれなりに。子供たちが